はい、聞いていきたいと思います。コメント欄、おさめ様より、竹大将がおすすめする熟成させるならこの一本とは何ですか、選びます。三室杉清桶菩提元、2020酒造年度醸造スミューション別注、こちら紹介したいと思います。このね、清桶菩提元は、まあ、特にね、いい料理屋さんでのやっぱ評判がいいみたいですね。全国見てもですね、すごく押し味があるのに透明感があって、とある一流押し屋さんが言うには、シャリとの相性が抜群だと。シャリのその甘みとかをね、と相性が良くて、なんか他の酒だとそこのシャリとは苦くなるけど、もうこの酒だけが苦くならない。そういうのってやっぱり清桶だったり、その菩提元だったり、その、製法のね、こう積み重ねがそうさせるんだと思うんですが、なんとこの清桶菩提元1本目のロット、清桶菩提元のファーストロットは、全てスミューシャン別注で抑えてもらっています。なので、今後この清桶菩提元がもっともっとこう世の人からね認められ、ブランドがどんどん上がる上がるほど、このファーストロットの価値は上がっていくので、まあ、今日の酒クエスチョンで、まあ、僕が熟成させるならということですが、まあ、実際にこれはね熟成させてます。この最初の酒がどん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 、まあ、思い出がね深くなるというか、三室杉のこう今頑張ってるね姿だったり、清桶菩提元に、をする時にあたって、まあ、実際このラベルなんかも一緒に考えて、作ったりとかした、この記憶がね味の熟成とともに増していくんで、清桶菩提元は後ろにその西の清桶の1号とか、そういうこう清桶が4つあって、東西南北に分けて、それの第何号かみたいな、そのロットが全部記されてるんで、それぞれの違いをね楽しんでほしいなと。これどういう意図でこうなったかっていうと、やっぱりその日本酒がまあその菩提元から木元になってね、菩提元水元から木元になって、木元から側上になっていく過程っていうのは、安定させてよりこう手間がかからないで作る方法として、今ずっと側上っていうのが主流になってたんですけど、結局菩提元から木元になった時は圧倒的に木元の方が安定性があったわけですね。菩提元の方がそのこうムラができるというか、ただ一方で今こう日本酒を安定して作るということがもう一般化した時に、この菩提元を選ぶ選択肢としては、やっぱりその揺らぎというか、金とのその共鳴、金との会話という中で、決してそのいつも同じものができることが美じゃないよと、それが美味しさではないんじゃないかという一つの問いかけとして、まあこういうふうに菩提元というものを取り組んでいるわけですね。なのでロットごとに、まあ、別々のその番号をつけて出荷してますので、なんかね本当数年後、いや俺あの時の何清桶の何号持っとうよみたいな、めちゃくちゃいい熟成しとうよみたいな、そういう会話に、ね、なっていくんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしてもこの西清桶1号という、まあ、一番最初のものは住吉屋にしかございませんので、ぜひとも皆さんお買い求めの上、冷蔵保存してね熟成を楽しんでみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。今年も1年お世話になりました。来年の主役にバトンタッチ。